はい、こんにちは、TA です。今日は爆発的な成長過程を描くにはというブログ記事についてコメントを付け加えていきたいと思います。この記事も、まだブログにアップしていません。まあですからね。まあ動画の方で先行公開という感じになっています。もちろんブログ記事には書いてないんですけど、動画中だけに説明を加えているものもありますので、ぜひ最後まで見ていただけたらいいなと思います。動画の右上の方に登録画像が貼ってありますので、その画像をクリックしていただけると、この動画の更新情報が簡単に手に入ります。では、行ってみましょう。中二マリオっていう動画があります。2007年の終わり頃ですね、ニコニコ動画に投稿された、中二の俺がスーパーマリオブラザーズを頑張ってメイクコピーしてみたというのがタイトルですね。このタイトルの動画なんですけど、まあ、BGM がすごいんですね。メイクコピーしたらしいんですけど、絶望音感とかね、石の原石というタグが付けられたようですね。まあ、ここで実際に再生したいんですけども、再生すると、ね、多分法律かなんかに引っかかっちゃうんで、今回はできませんと。今回は気にですね、まあ、ニコニコ動画のアカウントって見ていただけるのが一番いいのかなと思います。ニコニコ動画のアカウント等のメールアドレスがあれば簡単に取れます。で、メールアドレスは、まあ、Yahoo メールアドレス、Yahoo メールのメールアドレスとか、Google、の Gmail ですね。まあ Gmail のアカウント取れば簡単に取れますので。で、メールアドレスを取ってですね。適当なパスワード考えて、それでアカウント取っていただければいいなと思います。で、この中二の俺がスーパーマリオブラザーズを頑張ってメイクコピーしてみたあの動画なんですけど、多分 YouTube にはアップされてると思うんで、まあ YouTube の方で検索していただいても結構ですね。まあただ、ニコニコ動画で見た方が楽しいなと思いますね。それですね。まあ、この凄まじい中二マリオの耳コピー動画なんですけど、この作者ですね。中二の頃から6年経って、ミュージシャンになっていました。今回ですね。コタクジャパンの、ひどい耳コピー動画を作った中学生、6年間で信じられない成長を果たす。IT メディアのね、ニコニコ動画のひどすぎる耳コピーで爆笑された中学生、6年間ですごいミュージシャンになっていたと話題にとかね、ヤフーニュースで取り上げられたというところを参考に、この記事を書いています。それでですね、上の URL 中の記事に載ってましたけど、いくつかありますよね。ね、動画見ていただけましたかね。あ、面白かったですよね。実際にこの中二マリオを見てみると、まあこれがあのスーパーマリオブラザーズの BGM なのかと困惑すること間違いありませんよね。まあ前編にわたってスーパーマリオブラザーズの思い出を歪ませてくれてます。正直、原曲はどんなのか思い出せないような感じですね。あの、のっぺっぺとかね、じゃーんとかね。すごかったですね。まあ、その他の楽しみ方というかね。まあ、おそらく、こっちの方が気になるんじゃないのかなっていう楽しみ方としてはですね。まあ、どのようにして、あの、アルバムを発売できるほどのミュージシャンに成長できたのかってことですよね。これ残念ながら上の記事に書いてないんですね。まあ、私の推測でしかないんですけど。やり続けたんでしょうね、この作者の方は。で、最初はまあどれだけ下手くそで、まあ大爆笑されたとしてもですね、それでも続けていくことによってね、普通の人では到達できない場所を踏めるようになったんですね。まあこういったストーリーって勇気を与えてくれますよね。まあビジネスサイトでもよく取り上げられそうなネタですし、まあ実際ね、週刊ブログ、まあこのブログなんですけど、このようなブログでも取り上げていますし、まあ続けていれば、6年間もやれば、あそこぐらいのレベルまで到達できるってことですね。まあちょっと話は変わるんですけど、まあ株主優待投資ってありますよね。この週刊ブログでもね、株主優待投資は優位性がありますと散々書いてますね。まあただし、まあ実際ね、検証作業された方ってほとんどいないと思います。されてないですよね。いや、ね、データ分析なんてやったことありませんよとかね。いやいや、VBA は自分には無理ですよとかね。いや、Excel ってほとんど触ったことありませんよとかね。まあそういう人言い訳は多分いっぱいできますね。まあ実際時間なんかないよとかですね。そう言いたい方もおられるでしょうと。いや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 と。ね。あの中二マリオを見てくださいと。どれだけの成長過程を描いたのか。まあ動画を見ればはっきりわかると思いますね。まあやらなきゃ何も始まりませんけど、やれば何か変わっていくんでね。まあぜひぜひ、初めの一歩っていうのを踏み出してほしいなと思いますね。これがブログ記事なんですが、ここからは動画だけの解説を加えていきます。今回ですね、この記事、二つの記事を読んで、一番面白いなと思ったのは、もちろんあの、中二マリオの動画も面白いですし、その成長っぷりもすごいんですけど、やっぱりこの二つの記事のタイトルですよね。このすごいタイトル、いいと思いませんか？
まずこのコタクジャパンっていうところが、このようなタイトルで、ひどい耳コピー動画を作った中学生6年間で信じられない成長を果たすというタイトルで記事を書いて、これでがニコニコニュースに取り上げられました。で、その後ネットラボとかね、IT メディア、ネットラボの記事で取り上げられて、で、ヤフーニュースでも取り上げられて、まあ、話題になって、すごいアクセスが増えて、ランキングが今上がってるんですね。このタイトル、二つともよく似てますよね。まあ、有名なブログのサイトなんですよね。ということは、二つのサイトとも、こういった記事のタイトルにはかなり気をつけて書いていますね。まあ、違いといえば、具体性がちょっと違うんですね。このネトラボの方の記事はですね、爆笑された中学生というのは付加されてますし、すごいミュージシャンになっていたと。ミュージシャンっていう、まあわかりやすい単語が挟まれてますよね。まあ、上の方のコタクジャパンでは、成長っていう風に、ちょっと抽象的な感じにタイトルになってますね。ただですね、これ、コタクジャパンの方の記事も、まあ有名になるぐらいなんですから、やっぱりいいんですよね。で、この二つのタイトルの共通点ってわかりますよね。中学生が、すごい成長を遂げました。6年間で。というのが共通性ですね。この共通性から、どういったことが導き出されるのかですね。思わずクリックしたくなるようなタイトルとはどんなものなのかということですね。まあ、6という具体的な数字を書いてあるとかね、中学生っていうわかりやすい名詞が変わるとか、まあそういうこともあるんですけども、この2つのタイトルから導き出される法則はそういうものではありませんね。わかりますかね。ひどすぎる耳コピー動画。中学生がすごいミュージシャンになっていた。というのがヒントですね。わかりますよね。このどういった技術を使っているのかね。まあこういった技術は小説とかね、映画とか漫画とかに使われてますんで、株と関係ない話のような気がしますけど、株に無理やりですね、話をつなげていくのであれば、まあ、大赤字を出した会社が V 字回復をしたみたいな感じでしょうかね。そういう風なストーリーを描けてる会社というのは、やはり注目を集めやすいってことですね。ここまでにしておきましょうか。以上、TA でした。